男川駅は愛知県岡崎市大成町上枝にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH12。マナコが利用可能である。駅集中管理システムを導入している。準急、普通のほか、平日6時台に下りの急行が一本特別停車する。6両編成対応の相対式2面2線ホームを持つ地上駅。 半径800メートルでカーブする線路に合わせて湾曲している。東駅から豊橋駅へは直通列車が停車しないため最低1回乗り換えが必要。豊川線の各駅へは朝や夕方以降に直通列車が停車するため乗り換えなしで行ける。トランパス導入前から無人駅だが近くに高校があるため朝夕は学生で賑わう。駅周辺には マンションの建設が進んでおり、利用客は少しずつ増加している。周辺はマンションが林立する。また、学校が複数立地し、近くに住む住民だけでなく学生への利用も多い。共通 SF カードシステム、トランパスを、名古屋本線未導入駅10駅と豊川線3駅に導入します名古屋鉄道、2005年11月15日、名古屋鉄道広報宣伝部。 名古屋鉄道百年市名古屋鉄道1994年866ページ平成19年6月30日にダイヤ改正を実施犬山線、工場線で一部特別車特急の運行を開始名古屋鉄道2015年3月9日閲覧大田隆之、輸送と運転近年の動向鉄道ピクトリアル第816巻電気車研究会 2009年3月44ページ。AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日、閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道配線略図名鉄120年史 編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。東海新聞社、岡崎市戦災復興市岡崎市、1954年、1122ページ。 岡崎市統計書2015年版8運輸通信ウェイバックマシンによるアーカイブ2016年11月16日取得2020年11月23日閲覧岡崎市統計書2020年版8運輸通信移動等円滑化取り組み計画書報告書名古屋鉄道ありがとうございます